私の愛しいアレッタ、皆さんにご挨拶して、ファンタスティックフライドミュージアムにようこそ。そうね、ここにいる皆さんは夢を見ることが好きそうだわ。私は物心がついた頃から鳥のように自由に空を飛ぶことを夢見ていました。最初に飛ばした紙飛行機が空高く舞い上がった時、空を飛ぶという私の夢を多くの人と分かち合いたいと思いました。そんな思いを胸に、私は世界中の科学者や芸術家たちと協力し、空を飛ぶ様々な手段を開発したのです。そして空を飛びたいと願い続ければ素晴らしい技術が生まれ、その夢は実現するのだと確信しました。今日は私たちの自信作ドリームフライヤーを皆さんにご紹介できて本当に嬉しく思います。皆さんの夢を見る力がこのドリームフライヤーを空高く舞い上がらせ、時空を超えた旅へと連れて行ってくれるでしょう。アレッタ、ここにいる皆さんもあなたのように空を飛ぶのよ。それでは素晴らしい空の旅、ファンタスティックフライトを楽しんできてくださいね。ボンビアチョ。